門別第五競争です。スタートしました。ポジションの探り合い。広がった状態、内から1番アンジュミノル、それから3番アンドローラ、4番ナンナ、さらには8番、9番のホーオーガルーダ、そして11番の月にカルト、固まって各馬1コーナーを回っていきます。内から1番のアンジュミノルが先頭に立っていきました。1400を通過、リードは体半分から1馬身。2番手は外から4番ナンナが今上がっていきました。3番手3番アンドローラの内から9番のホーオーガルダ。9番ホーオーガルダが今3番手単独です。2コーナーから向こう正面に入ります。3番アンドローラの外から11番の月に仮です。その後2馬身半から3馬身10番アースクインビー、外からじわっと上がっていきました8番のウィン・ラディアントです。その後1馬身差6番10番エース5番の BB バンクシー、2番のプレーリーシップが後ろから2頭目、遅れて7番朝吉二世が最後方となっています。縦長の展開、前から後ろまでは20馬身ぐらいです。前は3コーナーに向かって、先頭は1番のアンジュミドル、リードは今2馬身ぐらいです。2番手4番ナンナ、外からじわっと上がってきましたのが9番のホーオーガルーダ。今3番手2番手、いや11番の月にカリが上がっていきました。それからホーオーガルーダ3コーナーを回って、前は4頭600を通過、先頭1番のアンジュミドル、2番手が11番の月にカリです。前2頭が少し抜け出しました。その後9番ホーオーガルーダが今3番手、あとは少し開きまして4番ナンナ、それから8番のウィンダリアント、前はまもなく400メートル標識を通過していきます。先頭1番のアンジュミドル、外からは11番の月にカリ、2頭並んで4コーナーカーブから直線コースに向きました。この両の争いですが、後ろからはホーオーガルダ、それからウィンダディアントです。先頭は粘ります。1番のアンジュミノル、外から11番の月にかり、2頭並走200を切ります。3番手は9番のホーオーガルダが今単独で上がってきています。先頭は11番の月にかりに変わりました。2番手は1番のアンジュミノル、粘りますが外から9番のホーオーガルダ、3番手から2番手をかかってきます。先頭は11番の月にかり、リードは2馬身です。11番月にかり5輪、2番手は1番アンジュミノル、粘りました。9番ホーオーガルダ3番手、あとは8番ウィンダディアント、2番プレーリーシップと続いています。11番月に仮がレースを制しました。鞍上は宮崎光行騎手です。